るくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。じゃあ、お互いですね、この1年間、うん、個人的に、好きな動画3つ、お3つベスト3、はい、ベスト3じゃなくて3つか、1位とか決めるんじゃなくて、1位とかあればいいですけど、あればあれば、とりあえず3つあげようかなと思います。 OK、 最初、クルーちゃんも来るから、行かせていただきます。はい、1つ目はですね、チントス町のアナルでございます。この動画はですね、意外や意外、チョモちゃん発案、チョモちゃん作詞の曲なんですね。ここまで、さらけ出してくれてるというか、これはね、すごく、僕的には面白かったですね。俺が言わないような下ネタの歌詞だったんで、爽やか下ネタというか、あれまあ曲もシンプルだし、入ってきやすい、なんか見やすい、明るい下ネタだなぁと、1個目は、この、チントスマーチのアナル、ですね。で、2つ目がですね、これも同じく MV になるんですけれども、生きてんだ生きてんだこれは、人生で初めて俺、男二人でラブホテルに入りましてね。二人でやってるといろんな奇跡って、みんなが見えないところで起きたりするじゃないですか。そうね、そうね。うん。この、生きてんだは、もう、代表的なんですよ、それが。もう、本当は、スケベイスを買ってね、なんか、やろうかってなったんですけど、当日雨で、撮影が外でできなくなっちゃって、ね、チョモちゃんが、ラブホ行こうぜってなって入った部屋にたまたまそのスケベイスがあったという撮影もできて、風呂場にさ、あのスケベイスあった瞬間の俺らのリアクションやばかったもんね。やばかった、あぶねえ歌詞の通りの金色のスケベイスだったから、銀でもダメですし、やっぱり金色があって、うん、ちょっと裏話すると、あの2人ちょっとビクビク怯えながら、2人でラブホテルに追い出されるんじゃねえかなっていう、入った途端さ電話かかってきてさめっちゃビビったな。そう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 、もう追い出されるのかと思ったら鍵閉めてくださいってそういうこともありつつの、生きてんだ、これはちょっと思い出深いですね。そしてくるぶしが、選ぶ最後、最後の動画はですね、エッチが100倍楽しくなるシート。お、はい、ももちゃん以外で結構回ってる動画で、ね、俺が編集しだして、まあ、2、3個目なんですよ。ね、まだ間もない頃やね。間もない頃で、うん、まあ、すごい苦労しながら作った思い出が、ありまして、うん、まさかチョモちゃんもね、やってくれると思わなかったですし、無理 しなくていいよって思うんだけど、チョモちゃんいつもね、進んでやってくれるから、頭下がる思いで、いやいやいや、やってます。楽しみにやってるからね。その当時、結構話題になってた商品で、うん、こう、ね、回るんじゃないかってなって、うん、まあ、ちょっと時間経ちましたけれども、結構回ってくれて、くるぶしとしてはこの3つ、1位に決めるんだったら、うん、チントス町ですかね。ああ、なるほどね。すごく気に入ってます。まだちらほらね、たまにコメントつけてくれる初見さんとかがいたりしてね。そうなんですよ。すげえ嬉しい。はい、ということで、次はチョモちゃんのお気に入りの3つをちょっとね、はい、聞きたいなと思うんですけど。おう！ちょっと俺もベスト3ってわけにはいかないですけども。一個ちょっとやっぱ被っていって、エッジが100倍、これは入ってるんですよね。ああ、そうですか。うん、そのクルちゃんが編集を、その、二人で分担してやろうって言ってくれてから、圧倒的にやっぱ仕事量が半分になるわけで、クルちゃんありがとうって思いながら、過ごしてた中で、
あれをボンってやられて、俺ほんまあの動画めちゃくちゃ笑ったんよね。最初クルちゃんにできましたって見せてもらった時に、やっぱ俺とは全然違う切り口で来るから、いやすごいわと思ってほんまに笑った。俺ほんまに、あれ家で一人で重くそ爆笑したよね。嬉しいな、うん、ほんで、いやすげえわクルちゃん、すげえわと思って。ありがとうございます。俺は逆にチョモちゃんのを見て学んでますからね。それやったらすごい嬉しいよね。なんか相乗効果で、お互いが、うん。そうですね。ね、はい、俺ちょっと、なんかその、うん、なんやろうな、結構その、いろいろ見返してしまったからかもしれないんやけど、うんうん、次は、バンしてみろやが好きで。はい、結構言ってますもんね。うん、初めての ロケ作品、言うたら。そっか、二人でバン振りまくるっていうね。なんか周りの子供とかに見られながらね。なんやろ、俺もめっちゃ楽しくて、あれがあの日二人で、いや楽しかった楽しかった、こんなしょうもないことしてる大人二人めっちゃおもろいと思ってクルトモチャンネル最高って思ってましたねなんかまたやりたいですね。あのバンしてみろや9時5合目とか、なんかいろんな場所でやりたいですそれめっちゃ面白いな、バンしてみろや、ね、いろんなとこでバンしてみろや、そうやりたい、ね、それやろう、やりましょう。で、ちょっともう一個なんですが、はい、皆さんの予想通りにはなってしまうかもしれないですけれども、お、まあ、ももちゃんカバー、こちら、なるほど、ここで来ましたももちゃんカバー、クルチョモチャンネル記念すべき1作目の、動画ですね。そうね、1作目で YouTube の可能性をすごくまざまざと感じさせられた作品ですね。2日目か3日目ぐらいやったっけ、上げてから翌日か急に回りだして、自分のライブかなんかの日パッて見たらめちゃくちゃ回ってて俺なんかね、町中華食ってる時に頼む前に、あ、すげえなんか増えてないと思って、で、うん、席ついて注文して、待ってる時に見たら、うん、その間だけでも300ぐらい増えてて。そうや、そうやねんな。そうそうそう。気づいたらどんどん千単位で増えてて。そう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 。じゃこりゃってなって。あの動画、その場のノリで撮った。いや、そう、ほんまに。思いつきクルちゃんがね、言うてくれたから、あ、ほんなやってみようかみたいな感じで、ただやってみようかなっていうぐらいで、ね、始めた動画ですからね、あれなんか叩かれてるようだから、ちょっと助けようぜみたいな感じでちょっとやってみたんですけど俺たち的にはあれ救済企画やからね、やっぱ、うん、いやなんかいろいろありますね、1年やってるとなんかいいも悪いも、ね、ほんまに、うん、純粋に楽しくやってるから、いやそうやね、そうなんよ、うん、普通に面白いことよりもうちょっと奥にある面白さを俺求めていきたいんで、それを形にできた時はやっぱりすごく心地よさに襲われるんでね、これからもちょっと、みんなが、ドキドキしてくれるようなね、チャンネルになっていけばなと、じゃあともちゃん最後にどうぞ1年間統括で1年間統括で、本当にいろんな一人チョモララテとして活動を始めてからですね、まあ少しずつ殻を破ってきたチョモララテではございますが、この1年で急激にそっち側の殻を破れたのは全てクルチョモチャンネルのおかげでございます。2年目はね、さらに深いところにまで突っ込んでいきたいと思いますので、ね、いろんな意味でね、なんかの伏線かこれは、そう、ズブズブでいったいプリマグラチャレンジ2020でありがとうございます、チョモちゃんの、一言です、ありがとうございます、本当に。いやということでね、これからも頑張っていきたいんですけど、何にせよ、うん、チャンネル登録、ぜひ本当にお願いします。本当にお願いします。ね、情報がいくよっていうだけなんで、ぜひぜひ、うん、登録していただいて、
これからもクリチョムチャンネルをね、近くに感じていただければなと、思いますんで、これからもいるくるぶしと、チョモの話をぜひ、よろしくお願いします。はい、ということで今回はですね、クリチョモ1周年、2人で振り返ってみたりした。ありがとうございます。かわいがもんライブツアー、もう我慢できない。